こんにちは、ブーツ青森です。今回は初めての方が失敗しないレッドウィング3足をご紹介します。現在購入できるレッドウィングシリーズはこちらの7足になります。この中からオフカジュアル部門とオフきれいめ部門、夏でも履けるレッドウィングを1足ずつ選んでいきます。まずオフカジュアルにぴったりな2シリーズを紹介します。こちらがレッドウィングの8165になります。レザーはツヤが出るブラッククロームです。ブーツの形はフレントゥーンになります。フレントゥーンの中では8165だけスピードフックになってます。バックステイがない範で流れるような履き地はさなります。履き心地はスニーカーのように軽いです。続いてモックトゥーのブーツになります。私がおすすめするのはレザー違いの8849です。8849はブラックブレイリーのレザーで写真仕様です。モックトゥーには D ウィズと V ウィズがあります。今 D ウィズって言いましたけど、オラも前まで D ワイズって言ってました。私はどちらでもいいんだわって、 D ウィズが正式名称みたいな判でちょっと D ウィズで言ってます。 D ウィズのシュッとしたブーツと E ウィズのちょっとワイドなブーツで好みが分かれるんだわって、私は細身の D ウィズがおすすめです。シューレースは平紐に変えると大人っぽい雰囲気となります。続いてオフきれいめ系のブーツ3シリーズ紹介します。ブラックスミス、ベックマンフラットボックス、アイアンレンジャーです。こちらがベックマンフラットボックス9060です。レザーはクロンダイクで写真です。在庫がだいぶ回復してきてネットで普通に買える状態になりました。履き芯なしのブーツは履き込むとつま先がへこんできます。フックが小ぶりでカラーはブラウンになります。難点としましてレザーが硬いんでエイジングに時間がかかるのと、最初は足が痛くなることもあります。ブラックスミスの3345です。レザーはブラックプレーリーで、先ほどおすすめしてた8849がこちらのレザーです。フラットボックスとほぼ同じ見た目です。先芯ありなのでハイバーになったベックマンにもそっくりです。エイジングが早いのでオラみたいな週末履きでもこのように楽しめます。アイアンレンジャーの8084です。レザーはブラックハーネスです。ブラックハーネスはレザーが柔らかいのと擦り傷程度だばブラッシングするだけで消えます。シューレースを変えるとまだ雰囲気が違って見えます。タングズ着火ブーツを紹介します。ポストマンのオックスフォードの101です。きれいめ系になります。履き口が硬いんで馴染むまで足首が痛くなります。ポストマンの着火ブーツ9196です。私はレッドウィング履くまではクラークス履いてたんで着火ブーツはチャレンジしやすかったです。先ほどレッドウィングのホームページ見たらなくなってたんで、もしかしたら廃盤になってるかもしれません。これからは私が選ぶ基準をお伝えします。まずオフカジュアルのブーツからです。2足並べてみてもどれにすが私も悩みます。その中で一つの選択方法としまして、ブーツの形やラストで選ぶ方法があります。後で紹介するオフきれいめ系のブーツとも一緒に並べてみました。こちらがモックトゥード、プレントゥード、キャップトゥーのグループになります。こちらが23番ラストと8番ラストになります。選んだブーツは最後にお伝えします。ブラックスミスとフラットボックスは雰囲気が似てるんでなかなか一つは絞ることができません。ただ私がおすすめしているモックトゥーはブラックスミスと同じレザーです。ブーツの形や
レザーが同じにならない基準で選んでいきます。続いてフラットボックスとアイアンレンジャーです。こちらは同じ8番ラストになります。ラストは同じですが、ブーツのデザインが全然違います。レザーはアイアンレンジャーのブラックハーネスの方がやっこくて、初めての方向きでもあります。正直この2つだばなかなか決めることできねはんで、2ついくべってなっちゃいそうです。先のことを考えていくと、ブーツ好きになればブラウンのブーツが欲しくなります。ブラウンのブーツの中ではアイアンレンジャーの8111が一番のおすすめです。その辺のことも考えながら選んでいきます。最後に夏でも履けるブーツを選んでいきます。シワの入りはどちらも同じ感じですが、着火ブーツの方がより迫力があります。ポストマンシリーズにはこの緑のタグっこがあり、カジュアルの雰囲気が出てます。ポストマンさハマるとサービスシューズにも興味湧いてきます。ポストマンのソールはフラットになってます。ヒールありや足音もちょっとは欲しくなってくることもあります。そうなると将来的にはこのようなチョイスになるのでしょうか。私がいろいろ考えたレッドウィングで失敗しない初めてのブーツ3足はこちらになりました。オフカジュアル部門でおすすめなのがこちらのモックトゥーです。特にレザーが柔らかくエイジングも楽しめて、写真仕様の8849になります。オフきれいめ部門ではこちらのフラットボックスになります。他のブーツメーカーと比べてみてもこの価格でこの仕様のブーツはありません。またレザーが丈夫なので長く履けるブーツです。単靴着火ブーツ部門ではポストマン101です。紐をしっかり締めてあげると履き心地の良さがわかります。こちらの3足があるとブーツライフが本当に楽しくなります。またブラックはコーディネートがしやすくメンテも楽です。近日他のカラーに興味がある方向けの動画を制作していきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録も更新の励みになっております。いつも応援ありがとうございます。今回は失敗しない初めてのレッドウィング3足でした。